ジ、青、茶色。半分今寝てます。ああ、ラミジュリ、そうね。だと思いますよ。映ってなかったところだと思います。今エンジンの真ん中で、はい、ね、死体ができて、エンジンの死体ができて、エンジンのど真ん中です。でリンゴさんと並走してたんだけど、ごめんなさい。かな、はい。シェリフいる？います。私です。誤爆じゃないです。そうだから誤爆じゃないです。一応言ってきます。あれまあ。失ったかと思った。で、ね、ちょっともう少し話します。エンジンの左から真ん中にリンゴさんと一緒に並走して。急に死体ができたら見えたんで、で上にちょっと私とリンゴさんが行ったんで、犯人は右にいるはずです。切ってすぐ右に戻ってるはずです。じゃあそれを言うなら僕夏目先生が死ぬ。夏目先生と僕とのすけさんがメインで湧いてます。で僕はメインの女性にいます。切ってから右に行ってるってことですよね。犯人は夏目今宿舎にいるんで、あくや宿舎前いますか？見てないですけど、はい、まあ、引き返したんだったら分かんないんで、じゃあちょっと一旦整理していいかな。はいはい、まず停電を直した人はどなた？治ってる？いや、治ってないと思う。治ってない。治ってない。入る瞬間に寝坊と。入る瞬間にビル入れてだから、あ、視界が狭まる前ってことですよね。そんな感じ。犯人がメイン方向から来てエンジン来てメインに下がったってことですよね。そうのはず。夏目の多分酒屋さんとの食い違い一番大事だと思うんで言っとくんですけど、うん、はい、夏目、メインエンジン宿舎って入って宿舎の右側停電がこの視界がぼやーんってなるじゃない、なってたじゃないですか最後、はい、はい、狭くなっていってたじゃないですか。その範囲でも酒屋さんして夏目は絶対に宿舎にいないって言い切れますか？だから宿舎までキンプタスクやって宿舎通路の右ぐらいまでいるですけど、まあ、夏目住みてないですね。あ、じゃあもう確認です。右側にいるんだったら対抗だけど、いい、他の位置確認してもいい。てか夏目先生はその位置証明よりもう三者さんしかないんじゃないですか。いや、わかんないんです。他の人は分かんなくはないでしょう。なんでわかんない？夏目先生連れていいと思います。いや、ちょっと聞いてほしいな。ハイパーバトル。もう一回聞きたい。キッチン脇からとかってないですか？うん、キッチン脇はほぼない。左からは行けてないプラス、弁当も否定できます。右から左だったらもうメイン脇しかないでしょ。そう。違う。キッチンできるしてメインに入ったとかってない。違う。あ、これはつった方がいいな。お話も聞かなくていいっすよ。バン君がサボ。何の話を聞くんだ。はい、ナイスボタン。はいはいはい。OK、まず夏目の詩を聞こう。うん。うん、一応実施点なくと三者さんは見えていなかったんですよ。のすけさんだけ見えていたから、はい、メインに脇に三者がいるのは分かんなかったです。うん、で自分はメインエンジン宿舎右まで行っているから、確実にそれは行ってるからメインには行けないっていう主張をしたいんだけど、そこで立ち下がってるのが作家さんです。宿舎前通路は、うん、作家さんがごめんなさい、エンジン上からキルして夏目が見逃しとかってワンチャンあるのかなって思うし、マップ開いてたんで、はい、まず伝えておくと、エンジンルーム分けは俺とサントスさんだと思っていて、で、うん、俺とサントスさんは初手左行っているので、酒屋さんが遅脇ではない限りはエンジンルームには湧いてないと思っている。まあ、嘘の証言していた場合ね、嘘でエンジンルーム湧いてるっていうケースはないと思っている。はい、あと他の位置をちょっと最終位置確認したいので、スナッパイアベレージハッチャンパン君先端の位置を教えて。ハッチャン、あ、どうぞ。ハッチャンパン君ってアーカイブ分けです。はい、合ってます。はい、オッケーです。阿部がキッチンにリンゴさんと入って、リンゴさんが上いてサントスさんと発見だと思います。うん、オッケー。はい、ワイカモッツで、センターはミーティングです。宿舎脇。はい、どの道対抗位置が三者屋さんか作屋さんなんだけど、
確実に自分宿舎の右側にいたのは事実だから、それを否定しかかってる酒屋さんの方が確実って言える。いや、人外かどうかというよりはキルできた人物を洗った方がいいと思ってて、単純に夏目先生と咲夜さんは証言がばらついてるから、まあ、ここは一応対抗でいいんだけど、これがマットメイトとクルーのローラーだったらほぼ意味のないことをしようとしているから、できれば犯行が可能な人に絞っていきたいわけで、本当はないんだったら、あ、そうで、発見のサントスさんだっけ、うん、とリンゴさん2人で発見した、はい、うん、で左から来て発見でしょ、うん、で弁当もない、で弁当もない、上にも行ってない、右に行ったと思われる、だから咲夜さんはできないんじゃない、うん、上から下ってくるんだったらワンチャンありそうって思ったけど、まあスキップ誰ですか。スキップはーちゃんです。他はリンゴさん、私一方的に喋っちゃったけど賛成、さっきの言った右に抜けたの、右に抜けたのは見えてないですけど、あの賛成です、結論。言葉なんて必要ない。無理があるでしょ、何の主張なって話だけど、ボタンもったいなかったけどな。せい、出た紫。ロラ先もおかしかったけどな、あんまでもそこから精査しても仕方ない気がする。あら、あら、結構30秒台に切るぐらいじゃん。 いや、ジャストぐらいだと思いますよ。あえて33秒ぐらいだと思う、うん、じゃあ先に聞きたいです、このターン僕釣りますか。いや、いや、いいんだ、かっちゃんの話からした方が、うんうん、あ、オッケーでした、はい、お願いします。あ、一応今回サンシャさんは無理です。キッチンから一緒にミーティングまで行きました、はい、目撃はゼロですか。はないかな。メインは嫌ったかな、多分。メイン誰なんか3人ぐらいはいた気がするんですけど、はっちゃんと僕とあともう一人ぐらいいました。昨夜もメイン分けです。はい。昨夜のミスサワーアーカイブ、最後アーカイブたり扉開けてエンドなんですけど、アーカイブ付近でスナーパイさんとセンターさん見てます。他は見てないです。はい。僕は貨物脇でアーカイブのドアを開けた時に先端とする先端がいるのを見てアーカイブでずっといますなと、うん、はい、リンゴ貨物にスヌパイさんと一緒に湧いて診察のゴミ箱やってラウンジの配線やって停電向かったとこです。はい、多分はっちゃんさん所蔵は、エレキに行ったと思います。僕メインでタスクやって、エンジンの配線行ってメインの配線に戻ってきて、シャワーとメイン間の扉が閉まってるところまで来ましたっていう移動経路です。このターンドア開けた人いますか。僕は開けましたけど、僕もアーカイブの左開けました。キルクールの話ですかね、多分ね、多分2枚、あのね、2枚開けたら弾いていいと思う。1枚だと微妙、微妙か、了解了解、うん、2枚だったら弾いていい、うん、うん、1枚イングラスです。あとじゃあとごめん、ジャッカルが切る場合は例外だからやっぱり汁出ないね。あ、なるほど、うん、否定します。魚キッチンは展望デッキで停電直してキッチン戻りなんで、誰と待ってないです。他の方どうぞ。サントスはしごをしたりして、一応シェリフなんであんまり優先順位は下でいいかなと思ってますが、うん、はい、はっちゃんが下に行ったのが本当であればリンゴさんか魚さんではあるのかな。パンクもできますよ。あとパン君か、そうです、ね、停電直してたらそれこそ記録上がんないんじゃないです、ね、じゃあ、うん、パン君かリンゴさん、ね、一応停電直った直後ぐらいにボタンなので、あ、魚さん直してくれたのか、うん、展望したらだって、うん、基地まで行ってるから無理そう、うん、半分今寝てます。
ゴさん死んじゃった、犯人だと思ってた。大体見て6秒前のキルです。はい、死人ある方リンゴさんないです。コミュ前ってなんかシャワーアーカイブとか人口多かったから比較的左の方が人口薄めかなと思ってて、死人がないなら左の可能性が高いかなってなんとなくの推測で思うんですけども、はいはい、あ、じゃあそれで言うと僕最後キッチンの、ハンバーガーやってるんですけど、そこまで、セキュリティからキッチン側に向かってるそこまでリンゴさん見てないです。左か、若めでは。武器庫周りで魚さんと結構出て、で、コミサブを直した時も魚スナパイが一緒。で、直し終わった後、魚さんはエンジン側抜けてって、多分パン君とすれ違ってんのかな？はい、すれ違いましたね。うん。で、俺もその後パン君とすれ違って、パン君は左で自分は今、宿舎の方に上がっていく、サントスさんの真後ろをついてってる形になってる。先端パンクのサントスでさ、エンジンルームとメインホールの扉で3人動いてた。ん？どこっすか？ごめんなさい、もう一回。エンジン、メインホールとエンジンルーム、俺がすれ違うときに3人とすれ違ってるんだけど。はい、合ってます、合ってます、合ってます。はい、合ってます。で、パンクがそのまま左行ったってことね。はい。で、コミュのダウンロードやってたんですけど、最後全部の扉が閉まりましたね、コミュニティに。はい、はい。流れ閉じ込められました。コミュさんを鳴る前に、コクピット行った人どなたです、うん、あ、出ないんですか？出ない。じゃあ、リンゴさんだ、多分。出ないんだったらリンゴさんです多分。俺がね、コミュサボなる前に武器庫の扉開けるぐらいかなのタイミングで誰かとすれ違ってるんですよ。でコックピットに行く人か、あ、それがリンゴさんかなって感じなので、仮にリンゴさんだった場合魚さん視点誰が怪しくないそう。スナパイオアパン君、うん、そうだね、そうなるな。ただ魚さんとスナパイとパン君、あ、パン君が魚さんとスナパイこの2人とすれ違った感覚どんなもんだった？いや直前てかまあ5秒以内ぐらいだった感じだと思います。パン君つっていいんじゃないですか、昨日の。え、だからこ容疑者も、え、どこでやってるかによりますね。え、いや、だから、うん、コクピットだと思うよって。あと無実。その場合は、魚さんもスナパイさんもあると思います。切ってから戻ってくるができるんで。次急に、やっぱマックか、次もボコボコよ、人外すげえことになってる。インモスター簡単だこれは、えぐいボコボコよ、人外同士がやり合ってた。例外、俺以外全員人外なんやけどねえ、めっちゃ笑った、マジで面白いな、ジャッカルいるの面白さ。酒屋さんさ、宿舎向きに本当にいた？ちなみにいたはずですよ、金庫タスクやって、宿舎前通ってるから。夏目先生上に抜けてます、ね、あ、そう、自分のすけさんね、あ、じゃあ宿舎右にいたのは本当なんだけど、上にいて、うん、まとめと司会で上に人が見えたから、この入んない方行ったの誰かなのか思いながら、あ、そうか、リンゴさんは視野広いのか。そうなんですよ、あ、ね、あ、だから逆に喋れなくて情報量多かったもん。最初インポスターでババーンって出た時に、相方がパン君かハッちゃんか分からんくて、どっちだっけと思って、そう